神戸電鉄木津駅に来ました。こちらが、明石川の上流になるところです。でこの木津駅のこの小さな河川に見える河川なんですけども、こちら、一つの方は、上の方に、貯水池がありまして、この河川ずっと遡っていくと、まあ、愛南駅よりももっとこちらの方まで来ます。でこちら合流している河川があるんですけども、まあ、こちら左手の方も上流の方にため池があると、まあ、こういうふうな形なんですが、まずこちらの手前の方の、河川ですね、撮影してみますね。川幅、そこそこあります。でなだらかで、奥行きがかなりあります。まあ、河川がこう蛇行してるんですけども、かなりの量、貯水できそうです。それとあと、まあ、河川の底の土砂のかき出しと、あとはコンクリート化ですね。で、次、合流しているところの、河川で、そちらの方に、行ってみたいと思います。こちらですね。この合流している先に、門を設置してということを、考えています。ちょうど今神戸電鉄が通っているところなんですけども、すぐこちら高速放棄地ですかね。まあもったいないですね。あの間のところの貯水池から多分水引っ張ってこれると思いますので、農業は簡単にできやすいと思うんですけども、まあ、あちらの方は米植えてるみたいですが、こちらが、もう一つの方の、河川なんですが、ちょっと待ってくださいね。ヒント。深さが、そこそこあります。で、まあ、水もそこそこは流れてはいます。ここ連日晴れでしたので、まあそこに落差があってと、まあ河川の土砂のかき出しがだいぶ必要になってくるかと思うんですけど、その先の、 合流しているところですね、そこに門を設置して、こちらの河川とあちらの河川両方に、貯水をしたいところですね。こちらが、合流している地点です。でこちらは川幅がかなりありますので、烏原の水源地と鈴蘭台の間のところの河川ですね、そちらの方に大きな石がゴロゴロと落ちてるんですけど、この辺りに、ミニスイダムみたいな形で作ってですね、深さこれぐらいの高さだと、まあ、3メートル以上はあるかと思うんですけども、まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、あとはまあ3メートル ×3 メートルを2門ぐらい設置できるかもしれないですね、この川幅だと。まあ、水もそこそこ流れてます。ここ連日晴れだったんですけども、まあ河川にこれだけ草が生えてるということは、まあまあ大雨が降っても、あんまり、すごい水の量は流れてこないということだとは思います。両サイドの奥の方まで、水水溜め込めたら、まあ、かなり、の水圧が確保できると思います。でここから先はかなりなだらかですね。ちょっと今歩いていくべきかどうか、電車に乗るべきか、ちょっと今考案中です。次の神戸電鉄駅のところにまた合流する河川のポイントがありますので、まあ、そこまで歩いて行ってみたいと思います。河川の底なんですけども、こういう風な状態でですね、多分水抜けてると思いますね。先ほどもありました。水の量、両方の河川が合流してきてこれぐらいになってますから、多分抜けてますね。あちらの方なんですけども、少しコンクリート化した跡があるんですけども、多分その底が割れて放置されていると思うんです。もともとはコンクリート化していたものを放置していると。だからこの辺畑とかも多いですから、定期的に水が流れ込んでくる、まあ、両サイドから。で、
まあそれに対して抜けていってる水の量とか、あと河川の底自体がもうずっとこういう状態ですから、あの木とか草とかに、水が吸われてると、まあ、そういった部分とかもありますので、だいぶまあ水がもったいないと、まあ、河川の土砂かきをすれば、まあ、草とか木とかなくなりますので、まあ、木の方はかまど発電ということで、ではもう少し先の方に行ってみたいと思います。その先なんですけども、まあ、水は結構流れてきてますね。もしかしたらその土砂が堆積しているところに水分が含まれていて、まあ、そこから水が出てきているのかもしれないですね。こちらにも、結構な、落差のある段になっているところがありますね。ごめんなさい、ちょっとこれ草があって見えないですね。この辺から見た方が分かりやすいですね。50センチ、まあ、1メートルぐらいあるんじゃないかなと思います。先ほどのところがあちらなんですけども、まあ、ああいうふうに左手の方からも、結構水が流れ込んできたりもしています。で、まあ、土砂がだいぶ堆積しているということですね。あとは先ほど見えたんですけども、まあ、あちらの方も、あの辺りの方からサイドから水が出ています。河川があちらなんですけども、こちらも多分耕作放棄地ですね。もったいないです。小麦とか、作ればいいのにと、まあそういうところですね。その横からこう水が流れてきてるんで、まあ横の畑に水を流し込むことはどうさもないことでしょうから、いよいよ畑作れると思いますよ。あそこ太陽光パネル置いてますけども、もともと耕作放棄地だったんだったとしたら、水が流れ込んできやすいところだと思うんですね、多分。河川が多分その間にあると思うんですけども、だからまあゆくゆくは河川の上に太陽光パネルとか、まあ、ペレストロ海部式のあの薄膜型のものを、河川の上に、設置することによって水分の蒸発を、防ぐと、まあ、こういうふうな形に、持っていきたいんですが、そうなってくると、まあ、太陽年数の終わった太陽光パネルの耕作放棄地のところで、小麦などの農業ができると。海外からいずれ、輸入しなくても自国で賄えるようなところまで、進めるかと思います。まあ、こちらも耕作放棄地でしょうね。もったいないですね。すぐ近くにこう側溝とか溝があって、まあこちらは乾いてますけども、先ほどのところから水引っ張ってきたら十二分に日々水が供給できますんで、あとはこちらの方で流れてるので、この上のところですね、こちらの方から水路を引けば全然問題ないですね。大きなタイヤが飾られてますね。多分重機関係のタイヤでしょうね。直径2メートル近くありそうですね。まあ浮かせてる分高く見えるんでしょうけども、地面と設置していたら、まあ、僕と同じぐらいの大きさだとして、まあ、170センチぐらい、直径170ぐらいのタイヤですね。まあ、そのタイヤが置かれているこの辺りも多分高速放棄地なんでしょうね。先ほどのところから水引けるようにしておけば、カールガールみたいな形で、まあ、そうすれば十二分に畑として、まあ、昔も多分畑されてたんだと思いますよ。先ほど、あちらの道から入ってきたんですけども、こちらにも水源がありまして、水が流れてきていて、常時こう水が流れているところ、こちらから、まあ、水引いてもできるかと思います。まあ、農業用水だとは思います。農業用水路ですね。あ、ここも畑できると思いますよ。多分ここも耕作放棄地なんだと思いますよ。
ってますけども、なぜ耕作放棄地にこだわるかと言いますと、あ、こちらもですね、こちらも耕作放棄地ですね。すぐ近くまで水が引かれてある水田があるので、こちらの方もったいないですね。簡単に作ることができますので、小麦などをオーストラリアとかウクライナから輸入してるんですよね、日本は。で、その輸入してくるまでの石油の消費量、これがすごくもったいないと。まあ、そういう部分等もあって、その辺のことにこだわっているということですね。まあ、落差、またかなりあります。1.5 メートルぐらいありそうですね。あと、その奥の方のところも落差があります。で、その次のところにも落差があるので、次の水門が、河川が合流しているところに次の水門を設置して、まあ、満水にしても先ほど、水門を設置する予定だったところから の、 水の流れに対し の、 抵抗はないとか、まあ、こういうふうな形になってくるかと思います。ここにもあるので、まあ、合計して今までで、トータル5メートルぐらいの、水位の変化、高さの変化があります。あとは、河川の土砂のかき出しと木に関しては鎌倉でいいですね。で、まあ、この辺り周り山に囲まれてますので、各、ご家庭で、自宅で鎌倉発電を行っていただけたらなと、いうところですね。さらにこの先、この橋のところで落差がありますね。結構な、1.5 メートルぐらいありそうですね。あちらサイドから、流れてきている水ですね。貯水能力とか排水能力を上げるためにも河川の土砂のかき出しは必須で、コンクリート化も必須で、常にやっぱり水ある程度抜けてると思いますよ。まあ、木とか草とかに吸われてる部分もだいぶあるかとは思いますが、さすがにこれだけの量があったらずっとね、河川が続いていて、こういう風に、草木が生えている状態ですから、結構な水の量が、吸われていると思います。次の地点ですけども、すぐにまた落差がありますね。だんだんになっている箇所が非常に多いですね。ここの河川にも石とかは転がっているので、その石を使って先ほど の、 ミニ水ダムの地点の話ですね、そういったものを作ったり、まあ、この辺りも流木とか流れてきて引っかかってますね。河川の土砂かきしたら、排水能力だいぶ変わってきますので、多分それぐらいの位置まで水なかなか来ないと思いますよ、集中豪雨でも。こちらにも、段差があってというところ、今日撮影していたのがあちらの河川なんですが、こちらが、君川ですかね、そういう読み方の河川がありまして、奥行きが、なだらかな、河川です。で、この辺りで、合流してるんですけども、その合流してるところで、水門を設置すると、まあ、こういう風な形になってきます。こちらが2つの河川が合流しているポイントなんですけども、やっぱり高さが重要になってくるかと思いますので、できるだけ、まあ、手前の方が良さそうです。その方が
てもらったらいいと思います。あの出先のところにあの門の設置を、だからまああのミニシーダムみたいな形にしてもらってもいいかもしれませんしですね、あの下に転がってるああいう風な余計なあのもの、空いたもので、ミニシーダムを作ったりとか、まあ、それでいいと思いますよ。あとは河川の底の設置ですね。で多分こちら満水にしても多分先ほどのあちらの木津駅降りたところの合流河川のところの水門まで水位全然届かないと思います。ですので、あの木津駅の近くのところの落差の大きいところに水車を設置すると、まあ、こちらを満水にしてみなかったらわからないですけども、まあ、その方向性で、考えていただけると助かります。こちらも多分耕作放棄地ですね。水路がすぐ近くにあって、あちらに、立派な水源があって、で、耕作放棄地ですからここはもったいないですね。ここも絶対作るべきですね。先ほどの合流してた地点があちらの方なんですけども、まあ、ちょっとなだらかな状態が続いていきます。相当下流の方まで行かなかったら、次の水門の設置場所まで、到着しないかと思われます。ここも水路があるんですけども耕作放棄地になってますね。もったいないですね。で先ほどの河川なんですけども、その次の橋、あ、ちゃんと名称明石川って出てますね。ちょっと見えにくいですね。クリーンになってるからね、明石川。先ほど少し段差のようなものが見えたんですけども、まあ、だいぶの先の方で、まあ、わずかに段差があるぐらいですね。まあ、あとはなだらかにずっと続いていくという形ですね。あと、まあ、あちらの方にも、まあ、落差20〜30センチといったところですね。まあ、まだ高低差1メートルもないと思われます。あの辺りにも高低差ありますが、まあ、トータルで今のところ、まあ、50センチぐらいは高低差あるかなというところです。神戸電鉄の栄駅の近くに来てるんですけども、まあ、こちら一応まあ売り物件ということになってますけども、まあ、放置されてる状態ですね。まあ、隣に餃子の王将さんがありますので、店舗出しても潰し合いになるだけだからやめといた方がいいと思いますよ。畑に変えた方がよっぽど有意義だと思いますね。こちらの建物も放置されている家屋じゃないでしょうか。先ほどの、王将さんの近くなんですが、あとこちらの方ですけども、先ほどの河川があちらの方が明石川なんですが、まあ、合流している河川もあると、まあ、そういうことです。まあ、門は まだまだもっと先の方です。神戸電鉄栄駅の近くの合流河川なんですが、まあ、あちらの方に明石川があります。まあ、こちらの方もあの河川の土砂のかき出しが必要になってくるかと思います。まあ、あっちの方がまだもう少し下の方にありますので、どこかで段になっているかもしれませんが、まあ、こちらの方も、まあ、もういずれですね、まあ、設置するのはいずれという形でいいですよ。先にあの明石川とか他の河川、加古川、向こう川などを仕上げてからですね。あの建築業界の人たち その地域とかもあるでしょうから、例えば姫路市を中心にされている方たちが、まあ、加古川の、本流のところの河川の、整備をしたりだとか、まあ、向こう側の河川を、作った人たちが、まあ、大阪の方の淀川とか、剣崎川ですかね、剣崎川、まあ、あちらの方の河川、上流が稲川などになっている、一個ダムまで続いている河川ですが、そちらの方、作っていただくと、まあ、そういうふうな形でいいと思います。電車沿いを歩いてきたんですが、あちらが明石川です。でその手前の方に、池がありまして、まあ、あちらから、水が供給されているみたいなんですけども、池の方に、まあ、水車とか設置してみてもいいんじゃないかなとは思います。
結構まとまった量の水が流れ出てきてますので、こちらの水が先ほどのところにつながってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こちらも水車設置できますね。周りの風景は、こういうところです。神戸電鉄の押し目谷駅のすぐ前なんですけども、こちらもまあ、放置されてる建物です。あちら西森口という、看板の、交差点ですが、あちらの方は富士見ヶ丘の方だったと思います。で、あちらにある、まあ、中学校かと思われるところなんですけども、まあ、そちらの方に、まあ、係員をつけて蒲田発電ということで、周り山に囲まれてますので、まあ、山の中入っていったら倒木が、たくさんあるはずですので、そちらで、蒲田発電ということで対応しましょう。西森口のあちら交差点のところから、明石川に向かっているんですが、まあ、あちら高速放棄地ですね。あとこちらの方もそうですね、手前の方もったいないですね。近くに池がありましたので、水分は十分に確保できますので、良い水田できると思います。あとこちらもですね、あとその向こう水だけは張られてるんですけども、田植えをしてない状態ですね。小麦でもいいですから、まあ、これだけ水が豊富でしたら小麦作れるはずですので、絶対作るべきだと思いますよ。その隣もこちらももったいないですね。この面積、すぐ近くに JA さんがあるんですけども、リピーターさんピント合わせてください。で、こちらも大阪放棄地、もったいないですね。周りの風景がこういう風なところなんですけども、農業用水のところで、まあ、斜めに作ってるからあれなんですけども、もう少し加工して、まあ、掘るような形でもいいと思います。まあ、水車を、まあ、真ん中に水集めて、つけてみたらいいんじゃないかなと思います。電線がすぐ上にありますので、つなげるのは、簡単かと思います。まあ、その隣も一応まあ水はある程度は流れてきてるんですけども、まあ、そちらはどうするかというところですね。すぐそちら明石川なんですけども、先ほど の農業用水路、ずっと続いてきてこの地点の、落差がありますので、ここも、まあ、作ってみては、水車を加工して作ってみてはいいんじゃないでしょうか。で、明石川に到着したんですけども、まあ、ある程度落差はそれまでの間にいくつかあったんだと思います。あと、まあ、あちらが合流してきている河川が多分向こうにこうつながってるだけなんでしょうね。先ほどの農業用水路の出口がこちらですね。で、ちょっと一旦地図出しますね。今日撮影していたところの一つ目の、門が、木津駅で、その次がこちらの駅、二つの河川が、合流している地点ですね。で、そこからこうずっとこう歩いてきまして、西森口のところを、出まして、で、今こちらの地点にいます。ですので、まあ、この辺りに門がある必要かもしれませんけども、明石川というものは、こちらをこうずっとこう南下してですね、ちょっともう少しページ開けますね。まあ、こういうふうな形で、83号線沿いをこうずっと南下していって、まあ、下っていくと、まあ、もっと南の方まで行くと、まあ、以前撮影したところの地点まで来るんですけども、まあ、この間が、どれぐらいの高低差があるかなんですよね。ずっとなだらかに続いている可能性もありますので、ちょっとピント合わせますね。
1問目のところ目からあの満水にして次2問目を設置して、まあ次3問目があのこの辺りに来るのか、それともまだその間のところに来るのかというところですね。その辺のところまで、しっかりとまず調査してから、だからまああの明石川に関して下流の方の1問目と2問目を設置して、で、上流の方のところで、今日 の、 あの撮影しました木津駅と、こちらの駅のところに2つ門を設置して、でその間にその中間のところの、河川の土砂のかき出しとかを行って、間のところに、まあ、3問目4問目を設置するのかどうかということです、まあ、これはそれは今から撮影しに行きながら分かることかと思います。ちょうど撮影していた場所があちらなんですけども、こちら高速道路基地ですね。もったいないです、ホームページは YK ですからね、昨日95番の近くを見てもらったら分かると思うんですけども、台風についてのところですね、その近くに海外の台風についてというところを見てもらったら分かると思うんですけども、今メキシコ近くに、カテゴリー4の、大きなハリケーンが来てるんですけども、まあその風を、数日前から、取っています、まあ、この辺り来ても、かなり風吹いてますので、あちらの方 の、 あの木見ていただいたら分かるかと思うんですけど、コンピューターさんピント合わせてかなり風吹いて揺れています。かなり、防災の部分が、お役に立っています。あちらが83号線で、あちらが明石川です。ちょっと農業水路でなかなか音がしてるので、まあここもそうか。少し水が強かったかと思いますけども、あ、電線もすぐ上に通ってます。つなぎやすくていいと思います。で、先ほどの明石川ですね、そこそこ落差ありますね。まあ、それまでは基本的に多分なだらかだったんだと思うんですけども、引き続き下流まで撮影したいと思います。両サイドのところはあの石階段の石畳のあるところの上のところぐらいまでだと思います。あと、まあ、河川の底に余計な石がたくさん、落ちてると、まあ、こういったものを利用して、まあ、ミニ石ダムみたいな形で作れば良いかと思います。まあ、この近辺に作るところでいいと思います。この辺りも、まあ、少し、高低差があるみたいですね。あのわずかに合間でしか撮影できませんが、周りあの竹やぶですので、まあ、相変わらず枯れてる竹とかたくさんあります。この近辺も向こうなんかすぐそこがあの山ですので、各家庭で、蒲田発電、冬場の間だけでもしていただいて売電していただけたらなと思います。山の中に、倒木、ものすごい数ありますよ。あと河川の底の、余計なその枯れてる竹とか、こういったものとか、燃やすもの、ものすごくたくさんありますので、まあ、ここなんか完全に倒木ですね。ほったらかしになってるのはしていくだけですので、もったいないですね、使用しなかったら。藤野江橋と書かれているところに来ています。藤江橋藤江橋かもしれないですね。まあ、ところどころに少し段差がありますよね。あと、まあ、大きな石がいっぱいありますので、かき集めたらミニシーダムみたいなものが作れると思います。ただし、あの作るときは河川の両幅の広いところ、まあ、この辺りなんかは広いですね、両サイドは、そちらと、そちらですから、
その先のところはちょっとまあ狭くなってますので、作るとしたらこちらですね。で、回転扉20cm×20cm や、1m×1m、3m×3m と、あとはまあ 5m×5m も設置しておくと。 5m×5m まであれば、それら全て稼働すれば、まあかなりの集中豪雨でも、とんでもない集中豪雨でも十二分に排水できると思います。まあ、今のはあのごくあの例えの表現 の河川の広がっている地点ということで、言っただけですので、1問目と2問目の下流の方 その満水時の時の位置ですね、それによって、変わってきますので、まあ、まずそこまでですね。まあ、先ほどあちらの方から、明石が、すぐあちらの方にあるんですけども、廃屋ですね、完全に木が入ってきてるような。まあ、もともと宗教関係だったのかもしれませんね。まあ、解体対象の建物です。明石があちら上流です。こちらが下流なんですけども、まあ、こちらのポイントも河川の幅が広がっています。まあ、あちらの方ですけども、少し向こうの方に段差が、あるように見受けられます。明石川の、住吉橋というところです。あちらが、住吉神社というところみたいなんですが、これまで流れてきていた水の量を考えたら、やっぱり河川の底からある程度水が抜けてると思います。両サイドから集まってきてる水の量とかがありますんで、まあ、そこもちょっと落差があって、あの先も少し落差があるんですけども、あんまり合計しても、まあそんなに大したメートルはないので、1メートルとか、わずかな状態なので、まあもっと先まで、撮影したいと思います。で、この住吉神社の前のこの辺りの建物も、この辺りもまあ放置されてる建物かもしれないですね。人気がしません。で、まあ、その建物の横なんですけども、こちらも水車、設置すればよいかと思います。電線がすぐ走っています。かなりまとまった量が、晴れの日でも、昨日もその前の日も、晴れだったと思います。まとまった量が流れてきてますので、ギア比つけてあげたら、かなり、1時間ぐらいかけたらかなり高いギアまで上がっていくんじゃないでしょうか。うなぎ屋さんがありますが、ここにも大きな石がかなり、置かれてますね。こういったものを、まあ、使わせてもらったらいいんじゃないでしょうか。ミニ石ダムを作るとき、高輪橋という橋に来ました。明石川はあちらの方です。こちらの河川も明石川に合流してるんですけども、こちらもすごくなだらかに奥の方までほぼ平行で続いている河川ですので、まあ、その2つの河川が合流しているところが、まあ、水門を設置するポイントでいいかと思います。まあ、ただし1問目と2問目を、まあ、貯水してみないことには、まあ、わからないということにはなってくるんですが、先ほどの河川があちらなんですけども、こちらの方に、耕作放棄地があります。まあ、結構広いですのでもったいないです。看板、和平と書かれている看板があります。和平さんという、法要ご宴会と書かれている看板の近くですね。あとあちらの方に大きな石が、たくさん並んでいます。まあ、多分捨て先とかはないから置いてるだけで、多分回収してあげますって言ったら、どうぞどうぞというような話になるかと思います。ミニ石ダムを作るときに、まあ、材料に、使用してもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの明石川ですね、少し下流に来た
ちらの方から、川幅はこの辺りかなり広くなっています。まあ、河川の左手の土砂の炊き出し等によって、まあ、だいぶ変わってくるかと思うんですが、先ほどの、河川の合流しているところのポイントが、通っただけで橋がかなり揺れました。ちょっとまあ河川沿いは歩いていきたいんですけども、左手の道の方から歩いて大丈夫なのかどうか、まあ、ちょっと左手の方の道から歩いてみます。これまた戻ってこなければならなかった時かなりショックな状態になるんですけど、あちらが明石川なんですが、合流している河川があります。まあ、かなり段々になっているところですので、まあ、作るとしたら水車でしょう、ね。まあ、段差もかなりありますので、水を貯水したときに水位がこの辺まで来るかどうかっていうところですね。この先の門を作ったとして、まあ、下流の第1門目を満水にしたときに、もしかしたらもうこの辺りぐらいまで来るかもしれないですね。ずっとなんとなくなだらかな気がします。こちらの方から、歩いてきたんですが、広大な、ビニールハウスの、放棄地ですね。まあ元々の所有者の方が今どうされてるのか、この世にいらっしゃるのかどうかわからないんですけども、かなり長年放置されてるみたいで、木が育ってきてるぐらいですから10年ぐらい放置されてるんじゃないでしょうか。まあこれはこれでもったいないので、使用すればいいと思うんですけどね。せっかくかなりしっかりしたビニールハウスの骨組みですので、台風が来てもびくともしないような鉄骨、小さな鉄骨をかなり使用してますんで、アルミかな、いや鉄骨ちょっとアルミっぽく見えますけど、まあけどかなり丈夫に作ってますから。30m から40m ぐらいのビニールハウスのこの鉄骨4つ分ほど、かなりもったいないですね。あちらが先ほどのビニールハウスなんですけども、まあ、こちらの方はまあ、かなり古い車両、まあ、不法投棄状態の車ですね。もうほったらかしになっている状態の車ですね。コンピューターさんピント合わせてください。もう上の方、もうサビサビに、錆びています。あちらの方の車両ズームしてコンピューターさんピント合わせてください。もうかなりボロボロですね。で、あちらの車両がまだそこそこという部分があったから、誰か人がいらっしゃるのかなと思ったんですけども、前の方から見たらだいぶ色が変色してますよね。だから長年もここで放置してほったらかしになってる可能性があります。だからここの工場とかがこう倒産したりとかして、そのほったらかしになってる可能性がありますね。それとその隣も耕作放棄地でトラクターは置かれてはいるんですけども、まあお亡くなりになられた方たちなのかもしれないですね。あ、先生、ネギ入ってるので誰かネギルされてる方いらっしゃいますね。他は面積余ってるところ何もしないのは、まあなぜなのかちょっとよくわからないですけど、まあ、あちらの方は別の方が所有者なのかもしれませんが、何か水路とかがあったらいいんでしょうけど、そう、水路らしい水路が見当たらないところがあるんですが、ただし、まあ、向こうの方の、畑はしっかりと育っていて、途中で、まあ、この辺りああいうふうにお米の畑とかが、多々あるんですけども、見ると
まあ水路引いてるところと、まあ、蛇口がひねったら水が出てくるようなタイプと、あと水路とかで、そうじゃないところは粘土層、表面が粘土層になっていて乾燥しにくくなっていて、その地下の中で、水分が補給されているというような、タイプの畑がありました。多分そういうような形にすれば、あちらの方もお米とか作れると思います。こちらは蛇口付きの水路がある水田ですよね。でその横がこう縦長のところがほったらかしいもんというところがもったいないですね。まあ、こういう蛇口付きのところだったら、まあ、横にすぐに水引けますので、あちらの方も水田作れると思うんですけども、小麦畑でいいんじゃないかなと思います。その隣のところ、ここもお米かなと思ったんですが、ここは耕作放棄地のようですね。コンピューターさん、ピント合わせてください。農業の担い手の方が60歳超えたり、65歳を超えているだとか、まあ、そういうふうなニュースを見たことあるんですけども、まあ、平均年齢が。そういったことが原因で、放置されてる、もう農業をしなくなってる可能性がありますので、続いて、担ってくれる方ですね、まあ、そういう方がいらっしゃればということですね。こちら、和田大橋という橋に来ました。明石川です、のはずです。ちょっと待ってくださいね。どう見ても池に見えますね。その向こうが明石川という形になってるんだと思います。多分大雨が降った時、特にここは水たまりみたいになってるんだと思います。あちらですね、明石川で、河川がこういうふうに続いてると。あちらですごく落差がありますね。まあ、水の量に関しても、合流してる河川とかいろいろある割にはという部分があって、やっぱりある程度水の量が減ってるように見受けられます。でそれとそのあちらの、段差があるところですね。あれだけ落差があるということは、多分一番最初の1問目、明石駅近くのところ、そこを満水にした場合、まあ、あちらから上に行くことはまずなさそうですね。それまでのところ、どういう形になってくるかと思います。あと、まあ、大谷石がたくさん後ろの方に転がっているとか、まあ、こういうことですね。まあ、この道をまっすぐ歩いていけば、まだ河川沿い歩けるのかどうか、ちょっとまあ不安な部分なんですけど、このまま歩いてみます。あちら、サイドのところから、結構な水の量が流れてきてます。一応撮影しておきました。まあ、水を満水にした時にどれぐらいの水位が来るかによって、まあ、あちらに水車を設置するかどうかというような話になってくるかと思います。河川の土砂のかき出しが必要なのと、ちょっとまあ水が流れているところが草があってこう見えにくくなっているんですけども、水の音もほぼしない、なだらかということもあるんでしょうけども、河川の底から多分水この辺りも大量に抜けていっているような気がします。あともう一つ、こちら合流している、河川明石川へと、そういったものが、ありました。明石川があちらなんですけども、ちょっと川沿い道が草で塞がっていたみたいなので、ちょっと先ほど の合流河川の横を歩いて、まあ、こちらの方の道に出てきたんですが、こちらも耕作放棄地ですね。で、まあ、あちら枯れてる木などもあるんですが、そちらビニールハウスですね。そこも長年放置されてるみたいで、まあ、だいぶ潰れてはいるんですけども、まあ、金属撤去して、その後、
まあ、何か畑にしたり、まあ、まず周りの木を伐採してかまど発電にしてと、まあ、そういうふうな形でいいと思います。で先ほどのあの河川なんですけども、ほぼ干からびてる状態ですので、まあいろいろ考えたんですけども、門をつけておいて、まあ、そこを畑化してしまうだとか、で水位が満水になった時にここのこういうふうなところの畑に水が流れ込んでくるような形に変えてしまうだとか、そうすることによって辺りも耕作放棄地です。先ほど の河川を満水にしたら、要するに巨大な水路に見立てて、こちらの方まで水が流れ込んでくるような形にすれば、まあ、こちらの方が、落差は低くなってますので、あちらの方の畑の方が高くなってますから、だから、まあ、水が満水にさえなれば、引いてこれることは引いてこれますので、そういうような形にした方がいいと思いますね。まあ、水がたくさんいるような小麦などの畑、まあ、そういったものに適しているかと思います。その水の畑はこちらの方も耕作放棄地です。あとはこちら近くに水路があるので水は簡単に引けそうです。あとこちら下のところに真ん中に水を集めて水車を設置したらいいと思います。あと下のところも真ん中にこう水路を作って水がそこだけを通るようにする、それなりに発電できるかと思います。ただしちょっとこの辺りの場合だと電線が少しまあ遠いですけども、まあまあするだけの価値はありそうですね。晴れの日でもあれだけ水が流れてるんでした、雨の日はこの辺りも、耕作放棄地です。まあ、先ほど の河川の仕組みで水路化をすれば、まあ、この辺りも、まあ、あちらに水路があったのでそちらからもまあ水を引いてくるっていうのも一定ですし、十二分に水が流れてましたので、あとはまあこちらも多分耕作放棄地ですね。まあ、こちらは立派な水田が、並んでいます。やっぱり担い手の人たちの不足によってこういうことになっているのではないでしょうか。水路の、合流している先が、あちらが明石川なんですが、木とかがすごくたくさん生えていますので、ちょっと状況がよくわからない状態ですね。まあ、流木とかも、たくさんあります。ちょっと、まあ、この道から行けるかどうかわかりませんけども、明石川のどこか橋の上から撮影したいと思います。明石橋の常本橋というところに来ました。ちょっとこちらの方から明石川どうなってるか撮影したいと思います。結構上流のところから傾斜がほぼあまりなくて、まあこういうふうな形、たまにああいうふうな大きな段差があるというような形ですね。だからまあちょっとあちらの段差はどれぐらいあるのかちょっと調べたいところですね。こちら耕作放棄地です。段差に向かって歩いているところなんですけども、河川の段差に向かって歩いているところなんですけども、こちらも耕作放棄地ですね。
ちらの方も多分そうだと思われますね。奥の方のところなんですけども。奥というか、中間ぐらいの位置ですね。斜面になってるからそう見えるのかもしれませんが。基本的に明石川の特徴としてある程度下流まで来ると、ほぼなだらか横一直線で、まあ、急に、1メートルぐらいの落差があるような形になると、まあ、そういうような作り方をしているのが特徴ですね。ちょっと待ってくださいね。この辺木がたくさん生えているのでわからないんで、もう少し先行って斜めの角度から撮影できたらなと思います。まああちらなんかもどこからかなり水が流れ込んできています。まあああいうふうな場所がたくさんあるのに、明石川の水の量がかなり上流のところと変わってないところを見ると、やっぱり河川の底に水が浸透していって、水の量が減ってるんだと思われます。まあ、それが地下の空洞化に広がって地震につながっている部分がありますので、河川の底は行政の方で、しっかりと、コンクリート化は、進めてください。それと、こちらも耕作放棄地ですね。先ほどの段差があったところがすぐ近くですね。耕作放棄地の面積、今まで撮影した分全て合わせると甲子園のグラウンド、観客席も入れてぐらいはありそうですね。あとまあ河川の横なんですけども、竹やぶとかもありますし、まあどこか袴田発電をされるご家庭だとか、まあこの近くまで来るともうすぐしたら滝川第二高校などがあるんですが、まあそちらでかまど発電とかを行ってもらって、木を伐採して、枯れてる竹などを、倒木などを最初は中心に集めて、まあ、かまど発電をしてもらえたらなと思います。まあ、こちらはもう土手の内側ですので、こちらの方はしっかりと水に浸かることはありませんので、放棄地です。周りの風景はまあこういうようなところです。あちらに黒い建物があって、あの建物の向こうに太陽光パネルをたくさん設置している箇所を見つけました。もう一つ、明石川に合流している河川を見つけました。まあこの辺も竹やぶがすごくて、ちょっと見通しがなかなか見渡すことができないんですけど、どうなっているのか。まあ、明石川に合流しています。とそれとあちらが耕作放棄地ですね。真ん中のところは、あちらもそうかもしれないですね。真ん中のところがですね、だいぶ、明石川の下流まで来たんですけども、やっぱり水の量は減ってると思いますね。河川の底から水が抜けていってると見てもらって、まず間違いないと思います。3分の1もしくは3分の2ぐらい抜けていそうな気がしますね。ただしまあほぼ平行でなだらかですね、河川は。先ほどそちらの階段から河川の底に、降りてきたんですが、こちら石垣の間かなり隙間空いてますので、コンクリートで埋めていく作業が、必要になってきます。もしくはたくさん水を貯水するために、これ取りやすいんだったら撤去した方がいいですね。その方が貯水量増えますので。
でそのこういうような石を使って、ミニシーダムみたいな形のものを作って、まあ、ホームページ淡井圭介の履歴の YouTube 一覧表自然再生可能エリア河川水門化塩式ダム発電のところを、見ていただいたら、そのミニシーダムというものに関してどういうものなのかっていうことを記載してますので、そういった形で、作っていただけると、助かります。橋の下に来たらだいぶ涼しいですね。あと、まあ意識が例えば今メジャーリーグの時間帯ですけども、メジャーリーグのことを意識すると風の勢いとかが弱まってしまいますね。台風、メキシコにある台風から風を取ることを、強く意識すると、やはり風が、吹きますね。再び、少し50センチぐらいの落差のあるところと、あとまあこちらも、2、30センチの落差のところですが、その先に少し落差があります、まあ、合計で1メートルぐらいで物事を見たいでしょうか。ちょっとこの先は歩いていけそうでなさそうですので、こちらの方から上上がります。こちら、神戸市立平野小学校、こちらの方に係員の方つけていただいて、かまど発電していただいたらいいんじゃないかなと思います。先ほど赤瀬川の河川の、竹や、倒木、流木、そういったものプラス、燃えるゴミなどで、十二分にできるかと思います。河川の方ですけども、だいぶ、歩いてきまして、途中で、この175線ですね、そちらの方をこうずっと南下しまして、高速道路の南を通過して、再び河川のところに来ています。この175号線からですね、こちらの方に河川がまあずれ込むような形だったんですけども、こちらをまっすぐ歩いてきました。そしてこの橋が、明石川の橋です。川幅がだいぶ広くなっています。で、この先左手の方から合流する河川がありますので、まずそちらの方まで行って撮影して、最下流のところ、明石駅近辺のところの第1門目の門のところを満水にしたときに、その合流河川のところどれぐらいのところまで、水が来るのか、それを、確認したいと思います。この辺り見ていただいたら分かる通り、かなり水の量減ってます。やはり河川の底から、水が抜けてる、これでまず間違いありません。現在来てるところがですね、この辺りのところです。こちらの河川の方ですね、それがあちらの右手の方の、河川です。1問目のところを満水にした時に、絶対この辺りまで、あちらの方のかなり上流のところまで、両方の、左手の方、温泉の方の明石川の方もかなり上流のところまで水が、来ることになりますので、まず1問目のところの水を満水にしたと、あとは河川の底にあった土砂とかをですね、下流の方に持って行って、水の高さと同じぐらいの高さに合わせると、今ちょうどそこに出てる土砂ぐらいの高さに合わせて河川を、平らにすると、そういう作業が、重要になってくると思います。もちろん両サイドのところ全てコンクリート化です。これで、海のその水とほぼ変わらない高さまでこの辺りだと来てると思われますので、地下水、その先、門を設置したその先の地下水流ストレートトンネル発電がしっかりと排水できるように、高さを海の高さに合わせると、一番高い時の、そういう風な形になります。以上で、明石川の撮影はこれで完了したいと思います。あとはあちらの方を満水にした時に上流どの辺のところまで水が来るのかで、それが確認できたら、その少し先のところに、門を設置すると、川幅に合わせてと、こういう風な形になります。以上で明石川の撮影終わりたいと思います。訂正です。先ほど海面のことを言ってたんですけども、あちらの橋のところでそこで段差がありますので、まだこちらは、海面よりも下です。まだその先も何か所かそういう風なところがあるかもしれません。で、
何せ、この間撮影した第1問目のところ、そこからを基準に、対応していただけたらなと思います。以上です。まあ、子供たちが川で遊んでるみたいですけど、まあ、ちょっと危険なのでやめといた方がいいですよ。それとそのあたり見ていただいて分かるとおり、まあ、あちらは何になって何になってるから、パワーが出てきてるだけかもしれませんけども、あの先も多分段差があると思いますんで、まあ、ちょっと危険ですよね。あちらが、明石川に合流している河川なんですが、まあ、あちら明石駅までだいぶ近くまで来てるんですが、まあ、こちら老朽化して、放置されている家屋ですね。あちらの方の家屋も、その奥のところもその左手もそうかもしれないですね。それと、建物を解体したらそのメタンガス抽出場にしたらいいと思います。その隣もそうかもしれないですね。放置されてる建物かもしれないですね。あちらの橋の向こうに JR の橋がすぐ近くにあるんですけども、堆積してる土砂の量とかがすごいので、まあ、門の方なんですけど、以前あちらの橋のところに指定していたと思うんですが、阪神電車の深谷駅の近くの河川を参考にしていただいたら分かるように、もっと奥の方にですね、この土砂を整地して、高さ海抜よりも高い位置にしておいて、まあ、コンクリートで、固めてと、まあ、そういう風な形で、海よりも、水面よりも高い位置に、なんせ、地面が持ってくるような形にすれば、まあ、長い間の距離が、水貯水できるような形になりますんで、 JR の橋越えたところに門を設置するような形でもいいです。とにかく地下水流ストレートトンネル発電がストレートに、100メートル以上、距離取れるような、形で、設置していただけたらなと思います。まあ、ですので最初はそこの橋を候補に挙げていました。そちらの橋を、最終案です。あちらが JR の高架なんですけども、その先、次の高架があって、さらにその奥に次の高架がありますけども、その向こうに門を設置です。で、河川の底を整地です。土砂がかなり、上の方までありますので、それを利用して、海面よりも高い位置に、整えると。あと途中にあった石とかも利用して、深いところはそれで、穴埋めというかかさ上げというか、そういう風な形でいいと思います。以上です。これが本日の、撮影した時の、距離です。33.7km です。まあ、撮影した時と、まあ、自宅帰ってくる時など、まあ、今日一日のトータルの歩数の、値です。明石川を撮影した後、芦屋川の上流のところまで、撮影しに行って、先ほど帰宅したところです。現在時刻、約20時20分ぐらいです。